立ちノぶは三夜に普通なシダの一つ。非常に細かく葉が裂けるのが特徴的である。立ち忍ぶくんぜはシダ植物門、宝来シダか立ちノぶ族の常緑性多年層である。根茎はほふし、茶化脂色で輪変がある。多数の葉を出す。葉にはやや苦手があり、胞子用の方が背が高いが、形はあまり変わらず栄養用の方が、 デッペンの先端がやや丸い程度。胞子様は高さ60センチメートルに達し、数も多いのでこちらがよく目立つ。葉は全体に、無毛、半分近くが傭兵である。傭兵は、基部では紫褐色に色づき、先端に向けて緑になる。葉は、外形としては、卵上皮神経、基部近くで幅広く、先端に向けて狭まる。 洋芯は3から4回浮上吹くように細かく裂ける。個々の列辺は細長くて先が尖る。全体に鮮やかな緑で艶がある。また枝や列辺がいずれも主軸に対して小さな角度で出るので全体に先の方へなびいているような枝ぶりになる。胞子のオーは細長く列辺の中央に位置する。それほど深くない森林や 林園の日向などに生育し、林道脇などにもちょっとした群落をよく見かける。本州、四国、九州、琉球、小笠原に分布し、朝鮮南部、中国からマレーシア、インドにかけて知られる。立ちしの名の由来は、葉の様子が忍に似ていて、地上から葉を立てることによる。別名を菅忍ぶと言い,い、これは漢押しで常緑であることによる。 立ち忍ぶ族には世界に約十種あるが、日本からはこの種のみが知られる。外見的に似ている種はいくつかある。特に細かく葉の分かれるものは似て見える。例えば利尻忍ぶ、高崎市だ、青金市だ、大場日野岸だなどであるが、それらは鉱山や深い森林などに出現するもので、普通に目にすることは少ない。ほぼ同じような場所に出現する。 コラシノブがむしろ紛れやすいかもしれないが、こちらは、ペンが幅広く、その先端が丸いので区別できる。このほか、琉球列島にはこれからなおもらったカンシノブホーラゴケがある。コケシノブ科では、特に大きくなり、細かな葉を持つものである。ない。ありがとうございます。